11番佐久間正俊議員、質問席に登壇願います。佐久間正俊議員。事前について、質問します。1点目、人口減少につき宅地分譲について。三原町は郡山市のビッドタウンと言われ、若い人が坪単価の安い交通買い物に便利な土地を探しているようです。そこで次の2点について伺います。町の所有地で宅地にできる土地は何箇所か伺います。2番目、町の所有地があるとすれば人口減少にも少しは歯止めがかけられるため、早急に分譲を実施すべきと思いますが、町の考えを伺います。質問に対する当局の答弁を求めます。伊藤副町長。お答えいたします。1点目の町有地の中で宅地にできる箇所数についてでございますが、現在の利用状況や大規模な造成工事などを要しないといった点を踏まえれば3箇所になるものと考えております。2点目の早急な宅地分譲についてですが、平沢新大田住宅団地が完売した要因を立地場所や周辺環境、購入しやすい価格設定であったと考えており、こうした条件を整えられることが新たな宅地分譲にも必要と考えております。購入しやすい価格設定の条件を整える上では町有地であることが前提になりますので、先ほどの町有地において今までの跡地利用にかかる検討の経緯も含め、立地場所や周辺環境などを考慮しながら新たな宅地分譲に向けた検討を進めております。ある程度の考えが整理できた時点で議会の皆様と協議をさせていただければと考えておりますので、ご理解をお願い申し上げます。質問があればこれを許します。佐久間正俊議員。松野土地が3箇所ということでございますけれども、これは例えばもし教えてもらえるならば、どことどことどこか、それをちょっと教えてもらえればと思います。当局の答弁を求めます。伊藤副町長。はい、1箇所目が、旧町内、それから、もう2箇所目が、熊上地区内、3箇所目が中妻地区内です。でとは申し、ちょっと 大雑把な括りで、申し上げさせていただきましたけれども、と申しますのは、まだ役場庁舎内での検討にしか至っておらず、地元の皆様、それから関係機関の皆様の方と、話を進めているわけではございませんので、ここという場所ではなく、ちょっと 大くくりな場所で答弁させていただきました。ご了承願いたいと思います。質問があればこれを許します。佐久間正俊議員。はい、ただいまの答弁でですね、私の考えていたとこが今出ましたの で、私の考えていたのはですね、おそらく皆さんご存知の通りに、旧交通公園が私は考えておりました。ということはですね、これ前のね、全協の時に話もしましたけれども、交通公園はですね、数年前になると思うんですけれども、金目田まちづくり協会の総会の時に交通公園を宅地分譲にしていただきたいというような総会の時に話ありました。で、交通公園はですね、立地条件はいろんな人に聞くと、あそこだらいいっていうようなやっぱ話はあるんです。ただそのね、これ若い人で子供がいる人が例えば買った場合にはですね、ただ学校の件がね、金目田小学校がなくなるということで、その辺がちょっと考えてはいるんですけども、
ただその時はですね、結局金目いただく小学校の現在の子どもが三原の小学校に来るとなると、バス、マイクロバスが何か出すんでしょうから、それに例えば交通行為に打つ子どもがいる人が作った場合に、それに乗って通うことができるんじゃないかなと、まあそういうふうに考えたもんですから、まあできればぜひとも交通行為で分譲ということをお願いできればと思います。当局の答弁を求めます。伊藤副町長。旧熊上交通公園跡地につきましては、宅地分譲というよりは田村西部工業団地がほぼ完売の状況となっていることから、企業誘致のための用地として利用していく方が良いのではないかといった考え方もございます。また、立地条件や周辺環境の点についても、子育て世代、若い世代の方のニーズからすると、平沢、新大田住宅団地と比べれば若干劣るのではないかという考え方もありまして、さらに内部で検討を進めた上で宅地分譲についての判断をしていきたいと考えているところでございます。質問があればこれを許します。第2の質問を許します。佐久間又俊議員。はい、それでは第2の質問に移ります。北部活性化について、町内を見渡すと南の方に観光客が来る場所が多くあります。滝桜、三原ダム、三原の里、またモンベルと協定を結んで結び、いろいろな企画があると聞いております。子どもから年配の人まで楽しめる場所ができ、さらに観光客が多く来ると思います。次の件について伺います。町として北部活性化についてどのような考えをしているのかお伺いします。質問に対する当局の答弁を求めます。高本町長。第2の質問にお答えいたします。北部地区の活性化についてですが、地域の活性化については多くの人が地域を訪れることで経済的に地域が活性化するという場合や、地域の方々の意欲が向上し行動的になり、地域の活動が積極的に関わることで地域が活性化するといった場合など、さまざまな活性化の形があるものと考えております。また地域を活性化していく、地域を維持発展していくための取り組みについては、地域の実情を踏まえた中で地域の人的な部分も含めた資源をどのような形で生かし、どのような将来像を描くのかが重要であるものと考えております。このような観点も踏まえた中で、町では地域コミュニティと行政による新たな共同の町づくりや地域の課題解決などにつなげる町民が町政運営に適切に参画できる仕組みづくりを進めてきているところであります。いずれにしましても、地域の活性化に向けた取り組みは、その地域の方々の思いや考えが非常に重要になることから、様々な場面において地域の方々との話し合いや意見交換などを行っていきたいと考えております。質問があればこれを許します。佐久間正俊議員。はい、町長の答弁はですね、前向きな答弁じゃないかなと、それに受け取ります。で、地域全体の活性化が大事と思いますので、町と地域の間でですね、やっぱ早急に話し合いを進めていただいて活性化になるようにお願いしたいと思います。はい、坂本所長。はい、コロナの影響などで約2年ほど介護などが少なくなっておりまして、
まちづくり協会の皆さん、あるいは、北部山地区連絡協議会といった組織が北部にはございます。そういった方々との話し合いの機会が少なかったという実情がありますので、今質問いただいた通り、今後はそういった従来から課題となっていたこと、あるいは本日質問いただきました活性化についても、ぜひとも皆さんと話し合いを進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。質問があればこれを許します。以上で11番佐久間正俊議員の質問を終結します。